あんたさ、もしかして世間知らずだったりする？こんな時間にこの路地通っちゃダメじゃん。しかもそんな高そうな服着ちゃってさ、それじゃあ襲ってくれって言ってるようなもんだよ。俺が助けなかったらどうしたの？この町に越してきたばかり。これだからよそ者は困る。日本がいくら治安いいからって油断しすぎなんだよ。おい、お前髪になんかついてんぞ。後ろ向いてみろよ。ほら、ちょろい。このまま一発で拉致するか、ゆするかで決まりだよ。お前みたいな平和ボケしたクソ野郎は、二度とこんなとこ来んなよ。わかったな、お嬢さん。とっとと帰んな。あんたは本当に金取らないの？俺は金には興味ねえ。ただ、他にしたいこともねえからここにいるだけだ。まあ悪くないぜ。俺にとっちゃこういう血生臭い場所もよ。なんだよ、この髪。は？契約書。うちで働かないか？って、なんだこのバカみたいに高い時給。今流行りの闇バイトってやつか？興味ない。闇バイトじゃないのに。まあ闇だろうが光だろうがどっちでもいいや。肝心なのはさ、お前に俺を雇うほどの魅力がないってこと。お前のために働こうなんて微塵も思えないもん。帰れよ。また他の連中が来るぞ。今度は助けてやらない。行け。俺を雇いたいだなんて、変わったやつだな。おいおい。あんたまた来たのか。仕事はしないって言ってんだろ。懲りないな。見た感じ、また一人で来てるみたいだし、ほんと命知らずだね。今度は何？弁当？お、うまそう。なんじゃこれ。こんなうまそうな弁当見たことねえ。食べていいのか？こういうとこは気が利くじゃねえか。いただきます。うめえ。あんたってさ、ほんと金持ちなんだな。
俺なんてこんな弁当を買うどころか、売ってる場所も知らねえよ。ん？シェフが作ってる。何？これあんたんちで作ってんのか？マジか。ってことは、あんたんちじゃこれ食べ放題？いかんいかん。そんなんで雇われるような玉じゃねえからな、俺は。てか、破っちゃったからちゃんと見てないけど。一体何の仕事させる気だったんだよ。用心棒か？執事？あんた頭湧いてんのか？俺が執事？あの、お嬢様とか、お坊ちゃまとかいう奴隷のことか？舐めてんのか、こら。あらな、一生奴隷には戻りたくねえんだよ。奴隷だった頃がある。うるせえ。俺がこき使われてたのはもう数年も前の話だ。親父の働いてた炭鉱場でよ。俺も幼いながらにそこで働いてた。親父はその中じゃ一番下っ端で、借金もしてたから、自然に俺はさらにその親父以下。まあ、奴隷以下の働き方させられてたな。まあ、親父が死んでからは、もう知らねってとんずらこいてやったけどよ。でも、二度とあんな生活には戻りたくないって思うぜ。俺は今初めて自由を謳歌してんだよ。あんたみたいに生まれながらにボンボンな苦労も知らねえガキと一緒にするな。おい、ついてくんなよ。どこ行くのって。家に決まってんだろ。まあ一応な、寝泊まりしてる場所がある。教えるわけねえだろ。おい、こっそりつけてくんな。バレてんだよ。クソ、あんたマジでイカれてんだろ。どっか頭のネジ飛んでやがる。そんなに俺と一緒にいたいのか？わかった。わかったよ。家には入れてやるからここで待ってろ。ああ、ほんとだ。同居人がいるんだ。そいつに外出ててもらわなきゃ。ん？女に決まってんだろ。女。何？お前顔赤くしてんの？へえ、思ったよりウブなんだ。今頃全裸で待機してるかもな。見たきゃお前も来る？なんてな。まあここで待ってろよ。数十分もしたら迎えに来てやるからよ。なんてな、同居人なんていねっての。ああいう頑固なタイプは
ああでも言わないと引き下がんねえからな。誰が迎え行くかよ。あいつもしばらくしたら、俺がとんずらこいたって分かって帰るだろう。迷惑なんだよな。ああいう目に光があるやつ。どこ見ていいか、わかんなくなる。ん？よう、どうした？また麻雀でも打ちに来たんか？なんだよ、そんな慌てて。隣町の屋さんが来てる。なんだ？今月の取引はもう終わったはずだろ。おいおい、イチャモンつけられる筋合いはねえぞ。こっちはちゃんとやった。は？裏切った？誰が？振り子の女か。あいつな、顔はわかる。確かにちょっとやばそうなやつだったな。あ、金持って行方がわかんなくなったのか。くそ。もうおいおいどうすんだよ。さすがにヤーさん相手にするのは。今度はなんだ？あ？変な女がさらわれた？変な女って誰だよ。知らないけど、振り子と間違われて。まさかあいつ？あ、いや、知り合いっつうか、あいつ、まだあそこで待ってたのか。あ、いや、あ、その、なあ、くそったれ。おい、大声は出すなよ。驚いた表情もするな。地下の用水路通ってここまで来たんだよ。今からロープほどいてやる。ひどいことをされてないか。泣きそうな顔するな。別にあんたのことを助けたかったわけじゃねえ。ただ、俺なりに筋を通しに来ただけだ。あんた、やっぱ頭いかれてる。俺が何回も忠告してやったのに、あそこで一人で座って待ってるなんて、バカにも程があんだろ。俺が待ってろって言った。それは俺が騙し、もういいや。あんたと話してると調子が来る。さらった相手は何人だ？二人か。今のうちにくっちゅう来い。奴らが帰ってくる前に、用水路に戻るぞ。汚れたくないだと？生意気言うな。そんなこと言ってると、今度は本当に置いていくぞ。ありがとう。それは助かってから言えよな。ほら、捕まれ。よし。できるだけ音を立てないように。
ゆっくりと降りろよ。大丈夫だ。よし。よし。あいつらが気づいたらすぐに追ってくる。走るぞ。あんたのせいで俺まで共犯だ。あそこに居づらくなっちまったじゃねえか。ヤーさんとだけはうまく付き合ってやってきたのによ。これで執事やるしか。なくそ。なんだか俺がはめられてる気すらしてきたな。その通り。嘘つけ。泣いてたくせに。このクソガキが。給料は本当だろうな。休みもちゃんとあんだろうな。あと、俺敬語とか使わねえから。いいのか。よし。いいだろう。わかった。ま、あんた、行かれてるって意味じゃ、俺を雇うだけの魅力はあるみたいだし。いいぜ。しばらく働いてやるよ。くそ。なんだこの動きづらい服装は。それに、この家の中、無駄にでかい割に、内装がピカピカしてて落ち着かねえ。全部落としてやろうかな、あの照明。あと、シェフがいるのに、執事は俺だけってどうなってんだよ。あ？親族から追い出されて越してきたから。はっ。はっはっは。なんだ、お前も嫌われもんかよ。さぞ奴隷をたくさん抱えたお金持ち様かと思ったら。じゃあ金もないの？最低限遺産はもらった。手切れ金じゃん。めっちゃ嫌われてる。マジでおもろ。あれ。おい。嘘。泣いてる？な。これだから女は困ったら泣けばいいと思って。ああ、わかったよ。きっとこれも執事の仕事なんだろう。お嬢様のお守りをするっていうよ。はいはい。仕事したらいいんですよね。よしよーし。よしよし。まあいいじゃねえか。こっからその親族どもを見返してやればよ。また、一から城を築くってのも、悪くないんじゃねえのか？なあ。せっかく俺も雇ったわけだし。だから泣くな。よしよし。
お嬢様、これさ、本当に掃除とかする意味あるわけ？あんたどうせ脱ぎ散らかすんだし、このままでも問題ない説提唱したいんだけど。めんどくせえな。なんだよ。生意気？さっきはあんなに慰めてやったのに、そういう口の聞き方すんだ。上下関係はしっかり。だったら、どうする？上下関係がしっかりしてなかったらどうする？契約解除する？また一人になるんだ。親族から捨てられて寂しい思いしてたんだよな。俺の他に執事の候補いるの？いないから給料もあんな高く設定したんだろう？お前さ、お前こそちゃんと立場理解しろよ。それに、油断すんなって。路地にいる頃からちゃんと言ってやってたろ。たとえ執事になっても、俺は俺だぜ。わかるか？万が一あんたが俺のことをクビにしようとしたら簡単に襲っちゃうぜ。何回も何回も。どうせ止めてくれる人間なんていないんだから、あんたのこと好き放題にしていいわけだ。ちなみに、新人の執事とかも入れさせねえから。やだやだ、後輩とかしゃばいし、お前の目線があちらこちら行くの嫌だから。俺だけ見てろよ。俺だけで十分だろ。お前は俺が独り占めする。なあ、お嬢様。後悔してるか？俺を雇ったこと。動くなよ。俺が今手首を押さえつけてやってんだから、ありがたく押さえつけられてろ。まあでもさ、いざという時はまた助けてやるし、たまには優しくしてやるから。ちゃんと大事に飼ってくれよ。じゃないと。あお。こういう風にさ、いろんなところ噛みついちゃうよ。反応も良好。体のケアも執事の仕事か。あんたが立派なお嬢様になれるように、口の聞き方から教えてやるよ。さ、ベッドで寝かしつけてやりますからね。行こっか。ここからか。楽しい夜の時間だぜ。